桜を見る会の前夜祭の費用をめぐる問題で不起訴処分となった安倍元総理の元公設第一秘書ら2人について検察審査会は不起訴不当と議決しました。桜を見る会の前夜祭の費用をめぐっては弁護士らのグループが安倍晋三元総理や元公設第一秘書らを政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたとして去年東京地検特捜部に刑事告発しましたが不起訴処分となりました。この処分を不服とする申し立てを受けていた検察審査会は20日元公設第一秘書ら2人について不起訴は不当とする議決を公表しました。特捜部は改めて捜査をして起訴するかどうか判断することになります。一方安倍元総理については不起訴は相当であるとしています。